皆さんは、こんにちは、今、ティン、デアメクボ、ティンです。高校野球、周期、期大会、東北、高校野球、まあ、地区予選、見ます。まず、もがみ地方は、いいとして、正代地方、ハグオ高校初戦はなんと、坂田工業と、もう、その次は、鶴岡南、坂田西の勝者ですが、ただ見てないのが、確かに鶴岡東はもう免除されましたが、坂田南が乗ってないです。なぜ坂田南乗ってないかわからないです、私も、はい。 27日からですけども、なんで乗ってないかそもそもわからないです。もしわかったらコメントでお願いします。あとは米沢はまあ注目、くのり学園注目ですし、米沢中はまあ、準決勝と直接当たるからね、はい。あとは山形の方を見ると、東海大山形シード、まあ、大石直さんの僕、総学館と三河工業、日大山形は内容、あの、神山名神館まあ合同ですね、はい。確かに人数の関係ですね。 せ生産はまあシ,シードでえー山形情報や山形学院の勝者。当てはざはもシードでえー山形明生と山形商業を、はい。山形中央は寒河江か山形東の勝者などいろいろ決まってますからね。はい、今後どんなのか注目です。以上です。バイバイ。